キュラホーム。ウルルーズの那原です。倉田です。今年のアキュラホームもすごいよ。5月は笠岡展示場グランドオープンかも。6月は尾道展示場グランドオープンと見せかけて、続いて9月は茨城展示場グランドオープンなんて嘘。本当だよ、あんた邪魔。アキュラホーム、いや真面目に作ってます。尾道市高須町にやってまいりました。実は先月末にアキュラホームの尾道展示場がこちら尾道市高須町にできたということでご紹介をしたいと思います。早速お邪魔していきます。こちらにはアキュラホームの那原啓太さんと瀬尾恭平さんがいらっしゃいます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵な家ですね。そうですね、尾道という風土を意識して、落ち着きのある空間を再現しています。この建物でいきますと、42坪の建物になるんですけども、東西に広い外観となっておりますので、どっしりとした外観になっております。私もまずお邪魔した時にうわー大きなお家だなというふうにも感じました。正面向かって横幅が広いという感じですよね。そうですね、横幅が広くて奥行きが見た目よりは狭いと思います。まあ、いろいろ土地のね関係とかとありますけれども、でもがっちりとしたとても素敵なお家になっています。外観は白を基調としているというふうに考えてよろしいでしょうか。白を基調としておりますが、一部、アクセントとして黒い外壁を使っております。アキュラホームは、まあ、いろんな注文にお答えしてくださる注文住宅ということになっているようですけれども、さあ今日はですねこちらの尾道展示場をご案内していきたいと思います。今私たち3人がいますのは玄関ですね。玄関も素敵な空間が広がっています。はい、こちらの玄関でいきますと、玄関のまず奥行きに関しては一般的な玄関よりかは短めになっているんですけども、幅が広めなので皆さん広い玄関だなと言っていただいております。よく展示場といいますと本当にもう理想通りというか、うわ入ったら広いなというふうにも感じるんですけれども、こちらの住宅とすると、はい、そうですね、現実味のある大きさとなっておりますので、よくある展示場と比べても、実際に建てられるお家のイメージがしやすいかと思います。もう今からすぐでも住めそうなお家ですもの ね。さあそれでは玄関入っていきますと、正面には洗面台がありますからすぐ手を洗うことができる。そうですね、手が汚れたお子さんなんかもすぐにお部屋に入る前に洗面台に行けますので、綺麗な状態でお家の中に入ることができます。そうですよね、いやこれお母さんは嬉しいかも。洗面所に入っていただいて左手が浴室となっております。そして、右手をご覧いただくとキッチンが見えてまいります。でこのお家では家事動線を重視しまして、キッチン、洗面所、お風呂がストレートの動線になっております。横長の土地ですからなかなか建てるのも大変かなと思いましたけれども、中に入ったら本当に一直線でいいですね。はい、こちらの LDK ですと、キッチン立っていただいた状態から、リビングのテレビ、それからダイニング、また右手をご覧いただくと洗面所まで全てが見渡せますので、ご家族の動きっていうのも把握していただけるかと思います。洗い物しながらテレビも見れますねもう主婦としてはもうそれはもうやめられませんからね、はい、たまりませんね。そうですね、はい、そしてまたこちらやっぱりこのアキュラホームの設計の方はよくご存知ですね。この作業スペースもとてもおしゃれに作られてますね。はい、そうですね、ご飯を食べながら子供の宿題を見ながらお父さんもパソコンをしながらとですね、最大9人同時に座ることができますね。食卓テーブルがあって、そして壁際にはこれ幅50センチちょっとのテーブルがもう作り付けでしてあるんですもんね。そうですね、これだけの奥行きがありますとパソコンを置いたりプリンターを置いたりすることも可能です。さあそして40センチほど高いところには和の空間があります。和室の床を上げることによって和室で、くつろいでいる方と、あとはこちらのダイニングで座っている方との目線があった状態で会話を楽しんでいただけます。水回りのことが気になりますけれども、お風呂も、白を基調にしていますし、そしてお手洗いも白を基調としていてとても清潔感がありますね。はい、階段下を有効活用したトイレなんですけども、はい、階段下のためにですね、横の方に、掘り込みの収納だとかが作れる、スペースがあります。今回は飾り棚を作ってますけども、ああいうところに大きい、収納を作ることもできます。
普段の階段下っていうのはやっぱり収納だけとか、こういったちゃんと使えるスペースっていうのは少ないですよね。そうですね、アキュラホームでは細部にわたるまで有効活用したいと考え、少しでも隙間なくですね使っていただけるように設計しております。あ、3階まであるんですかこちらは。はい、こちらは2階建ての建物になるんですけども、屋根裏を活用したロフトのスペースが確保してあります。さあ2階にやってまいりましたけれども、那原さん瀬尾さん、こちらドアが面白い形してますね。はい、アキュラホームでは天井まである2メーター40センチのドアが標準となっております。このドアはですね、社長が発明しました可動欄間付きドアといいまして、上部の部分が開くことによりですね、家中の部屋の空気を循環させることができるという、でも下は閉まっているんでプライバシーは守ったまま空気だけ循環させるという機能がついてます。さあそして寝室ですね、はいはい、やっぱり寝室は落ち着いた空間になっていますね。寝室としてよくあるスペースが8畳ということがあるんですが、こちらは 7.6 畳で作っております。で実際にベッドも置いてるんですけども、これぐらいの空間でいかがですかね。ダブルベッド置いてもかなり余裕がありますね。そうですね、あとはテレビを置いたりするゆとりもあります。ウォークインクローゼットを兼ねた、さらにその奥が書斎の空間となっておりますので、まあ、多機能に使っていただける空間となっております。さあ今日は那原啓太さんと瀬尾恭平さんにアキュラホーム尾道展示場をご案内していただきましたけれども、交通の便もいい場所に展示場がありますね。 JR 東尾道駅が最寄りの駅となっております。では将来ここに住んだらどんな生活が待ってるのかなというふうに思われている方は、通勤通学にもとても便利な場所に立っているこちらの尾道展示場です。今日はこちらを見学させていただきまして、もう本当にね住んでみたい家だなというふうにも思いますが、この家は今後どんなようになるんですか。将来的には販売できるように作っておりますので、もしも気になられる方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお声掛けください。予約も絶賛受付中でございます。素敵な家具も置かれてますね。はい、今回はですね府中家具丸系木工さんとのコラボレーションで、丸系木工さんの手作り家具をですね設置しています。先ほどお話しいただきました、このうち購入したいなという方にはどうなるんですか。もちろん家具付きで販売もさせていただきます。ということで、もう気に入られた方にはもう本当に特典いっぱいとなっているこちらの展示場のようです。おしまいに皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。住まいづくりのアイデア満載のアキュラホーム尾道展示場へぜひお越しください。お話はアキュラホーム那原啓太さん、瀬尾恭平さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。アキュラホーム、売れるぞ那原です。倉田です。6月21日尾道高須町にアキュラホーム尾道展示場グランドオープン。白と黒のモダンな外観カモン、ザーゲがオシャレな畳コーナーと見せかけて、水回りはこだわりの家事楽動線とかけまして、インテリアは府中丸系木工さんとのコラボレーションなんて。嘘、いや本当だよ。あんた邪魔。アキュラホーム、ぜひ一度お越しください。